日本全国で問題になっている空き家。空き家が増える理由はいくつかあります。まずは少子化。アパートの建てすぎ。アパートでさえ空室が増えています。そして格安戸建て住宅の急増。中古住宅を買ってリフォームするより格安戸建て住宅の方が安い場合もありますし、何しろ住宅ローンが通りやすく、すぐ住める。しかも新築。空き家には不利な時代。固定資産税もかかる。手入れに行くのも面倒。何よりストレス。考えたくない。早く手放したい。そんな方は次の会社に連絡、相談してみてください。近くの不動産屋さん、何社でも相談してください。カキタス、家を買い取りニトリと提携してリフォーム後売却する会社です。株式会社アキンド、事故訳あり物件の買い取り業者です。アキラゲートウェイ、100円か100万円で家を売却する会社です。みんなの0円物件、無償譲渡物件の不動産マッチングサイトです。各市町村にあるアキラバンク、各地域の役所で対応してもらえます。試してみてはいかがでしょう。売れるかもしれませんし、0円なら欲しがる人もいるかもしれません。